水分吸うから。よいしょ。水分が吸うから固まるの早いんですか。うん。水分が吸うから固まるの早いから水に濡らして。で、両サイドから。表情があるので面白い方をまず隣の高さと大体合わせて滑ったらあとはこれを置いて大体レーブルの形こことこと置いたとぴったりくっついとるかっていうのを確認しながら行きます。はい。で、あと振りを見て、そう微調整、固まる前に家と平行です。はい、パス。わかりました。ありがとうございます。はい。映画撮れてないな。え？映画撮れてない。コロナ言っちゃうかな。忘れ物だね、ずっと。クラフナとセメントなる。そうです。もう手下部死にそうやった。で、自分が2点高さがあると、はい、それをそれブロックとかと一緒みたいな感じですね。そうですね。そこを叩いたら反対側が上がってくるんですね。そうです。対角線上に上がってくるんですね。そうです。だから押さえ持ってするっていうのがポイントです。簡単で押さえこの定規仕上がりに高さ、高さを繋ぐぴったりかどうかを確認します。勾配を取っているわけですね。はい、でこれで OK になっているが、はい、雨、いつまで降ってたんだ、雨いつ雨降ってます。あの、雨雲、ここら今さっぱりする。ちゃんとゾロがいいんやって。あ、そうな。振られたそう。振られた。あ、お前はワンピースで言うたら何って言われた。嘘ってやって嘘って言われた。振られたん女子高生だ。サンジとゾロがいい。ゾロがいいって言った。言い方何だ